ということですので、エンジン、始動、させてみたいと思います。はい、お願いします。で、スイートですね。オンですね。はい、はい、お願いします。フェンダー、完成しまして、はい、裏も綺麗に塗れました。はい、表もこういう感じです。これから、はい、これを組み付けていきます。ただこれが、今ここまでつきまして、あとはちょっと太った穴の加工をして部品が取り付くように、していきます。はい、そしたら、まあ、養生しまして、フェンダー装着、仮組みです。とりあえずボルト、4箇所止めました。はい、フェンダー、パーツ固定されましたので、まあ、こちらの、アースが弱かったので、アース取り直ししまして、ここですね、はい、ここに、取り付けしています、はい、まあ、ここで取り外しできますね、このこれで、はい、でここで取ってしまえばフェンダー取り外し可能です。では、はい、チェックをお願いします。はい、テールランプとブレーキランプ OK です。はい、ウインター右 OK、はい、左も OK です。はい、出ました。これです、ちょっと、ここね、はい、パテで引っ張っていきます。でこういうとこはちょっと染み込まして、樹脂染み込ますか、アロハと染み込ますかで固めます。この辺で、はい、ここも一度そういうのを染み込ましておいた上で、パテを入れます。はい、こんな感じ。まあこの辺は取りでパテ、こんな感じかな。ここもね、落っこちちゃいましたね、これ。はい、ショベルあるある、ショベルあるあるね。ここをフックがうまく引っかかってないまま、こっち鍵閉めてても落ちちゃう、これ飛んでいっちゃいますからね、気をつけて。ここのところ、古い金具は全部マスキングしました。はい、今からこちら足付けして下地をつけていきます。
ああ、砂糖を塗って、はい、今ペーパー整えてます。ちょっと血を吐いて、はい、もう一回砂糖ですか、これ。そうですね、明日、はい、ここにサーダイのメタルデカールを入れさせていただきました。これはオーナー様のご意向で。で、はい、きれいに表面、はい、で、ね、裏も、はい、で裏もこれはちょっと元が白だったので白で塗らせていただいてます、はい、うん、蓋ね、蓋もこのように新車より綺麗よ、はい。完成しました、のぼうさんのバイクが。ありがとうございました。はい、いよいよ。いよいよ完成して、嬉しいっす、めちゃめちゃ嬉しい、はい、ありがとうございます。ピッカピカにしてもらって、ありがとうございます。いえいえ、もうこちらこそ長いお時間お借りしちゃって、大切に合わせていただきます。いえいえ、はい、ありがとうございます。もういや、僕たちもこれからも、まあ、まあメンテとかね、いろいろ、はい、あると思うので、いろいろもうよく触らせていただいたので、いろいろ、ありがとうございます。気をつけて、はい、野さん気をつけて、野さんも気をつけて、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ショベル3台、